皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どまたしです。野草局続きやってまいりましょう。ではエンディング回収ですね。これは帰ってきたら図書館がめちゃくちゃに荒らされてたってやつですね。で、本が偽物だと思った犯人が盗みに入ったんじゃないかっていうところまで考えた後に、このままだと友恵さんたちが危ないわってなった佐伯さんなんですけど、ここで私が自ら行こうではないかを選びますね。私が行こう。こうはここで待ってて。私が行ってくるわ。私はそう言って図書館から飛び出そうとした。ちょっと待てよ。それなら僕が伝えてくるよ。こうが言った。片付けしたくないんでしょ。そんなことないって。とにかく行ってくるわ。私はそう言うと、こうを振り切って談話室から飛び出た。藤子！こうの叫び声が聞こえたが、私は立ち止まらなかった。ここで図書館に私が残ってコウ君に行ってもらった場合のコウ君の身に何が起きたのかっていうのは、あの正規ルートトゥルーエンドの方で分かってはいますけど、同じことが起こるのかどうかは分からないですよね。私は沢田書店に駆けつけた。店の電気は消えている。どうやらもう眠ってしまったようね。警官も引き上げたのか、あたりに人影はない。私は覚悟を決めると、ガラス戸をガンガン叩いた。すみません、起きてください。大変なんです。私は叫んだ。やがて、中で人が歩き回る気配がし、店の電気がつけられた。私は眠そうな友恵さんと和子さんに、ここに来た訳を説明した。実は、図書館が荒らされたんです。犯人の行動を考えると、次はここが襲われる可能性があるんです。私は言った。そんな、一体どうすれば？和子さんは真っ青になった。とにかく警察に連絡しましょう。大丈夫、私もいますから。どんなんな私、どんだけな。私は二人を落ち着かせようと、わざと楽天的に言った。わかりました。すぐ連絡します。ともえさんはうなずくと電話をかけた。まあ、でもここは都会の真っただ中っぽいからすぐに警察来てくれそうやね。あ、翌朝？は？私は眠い目をこすりながら図書館に帰、あれ？結局犯人は現れなかった。警察はカンカンに怒り、私はたっぷりと怒られてしまった。私の推理はいい線いってると思ったんだけど、私はため息をついた。とにかく眠くてたまらない。今日は一日寝て過ごそう。あら？玄関前まで着いた私は、いつもと違う異様な光景に立ちすくんだ。図書館の周りにはロープが張り渡され、警官たちが忙しそうに働いている。これは何なの？鬼村さん、何があったんですか？私は警官たちの中に鬼村巡査を見つけ声をかけた。君か、どこに行ってたんだ？いえ、ちょっと思い出したくもないことがあったんです。私はうんざりしながら言った。そうか。鬼村巡査は固い表情を浮かべ、黙って私を中に招き入れた。なんだっていうの？私は首をかしげた。なんなのこれ。うわ、血だらけ。もしかしてこれ、やられた？こうちゃん。ホールに入った私は、あまりの光景に思わず息を呑んだ。そこは真っ赤に染まっていた。もしかしてこれは血？私は吐きそうになって口を押さえた。そして、血の海の中に何かが倒れているのが見えた。あれは、あれは。こう！ホールの床には、甲が力なく横たわっていた。額に小さな穴が開き、そこにどす黒い血がこびりついている。目は突然のことに驚いたように、大きく見開かれていた。甲！私は甲の体を揺り動かした。でも甲は何の反応もしない。
僕が今朝来た時にはもう、田所さんが声を詰まらせた。さあこっちに。鬼村巡査が私の肩に手を置いた。だけど私は激しく鬼村巡査の手を振り払った。これは何かの冗談よ。私は甲の体を抱き寄せようとしてふと気がついた。甲の体は完全に硬直していて、驚くほど冷たい。これは冗談ではない。私はその場にうずくまった。私は思わず絶叫した。こんなことになるなら図書館なんか放っておいて、一緒に出かければよかったわ。私は何ということを。私の頬を止めどなく涙が流れた。そうか、のりおさんを撃退できるのは私だけやったんやな。私とこうくんの立場が逆になるのかなって思ったけど、そうじゃないんやな。のりおさんは、こうちゃんにはのりおさんは倒せなかったんやな。ですね、すいません。ちょっと心の準備ができてないところに来て、新しいルートが出てきてしまったので、ごめんね、ちょっと、取れてないところがあるんですけど、まあ、ちょっといろんな選択肢を試しているんですけどね。港で本の受け渡しをするっていうシーンなんですけど、ここで車がすごい勢いで蛇行しながら私たちの方に向かって走ってくるんですよ。で、ここで私はずっと様子を見てたんですけど、ここで車を止めようを選んでみたら、話がね、だいぶ変わりそうだったので、ここからスタートしましょうか。どうやって止めるんやろな、私な。警察に何と言われても、このまま犯人を逃がすわけにはいかないわ。待ちなさい。私は物陰から飛び出すと、犯人の車の方に駆け出した。やんちゃすぎ。あ、バカ。後ろから草薙警部の叫び声が聞こえたが、私は引き返さなかった。車は私に気がついたのか、一層速度を上げたようだ。ものすごい勢いでこちらに向かってくる。止まりなさい。私は車の前に飛び出した。異常な正義感よな。藤子くん。飛んできた田所さんは私の腕を掴むと地面に引きずり倒した。犯人の車は慌てて急ハンドルを切り、私のすぐ横をすごい勢いで走り抜けた。なんで私を見つけた時はスピードアップしたのにさ、私が引きずり倒されたら急ハンドルしたんやろ。迫っていったら、すごいスピードで迫っていったら避けると思ったからかな。でもそれやったら案の定避けたんやからハンドル切る必要はなかったと思うねんけど。激しい衝突音が辺りに響いた。車はバランスを崩しコンテナに激突したのだ。車の中から2つの影が飛び出し暗い方へと逃げていく。くそ、逃がすか。のりおさんは叫びながら後を追いかけた。草薙警部の走っていく姿も見えた。藤子大丈夫か。こちらに走ってきた甲が顔色を変えて叫んだ。なんて無茶するんだ。田所さんは私に怒鳴った。すみません。私は小さくなって謝った。つい夢中で。頼むからもう無茶はしないでくれよ。寿命が縮む。田所さんはため息をついた。せやな、よそのお子さん預かってる身やからな、田所さん。話は後で。とにかく後を追いましょう。私は慌てて言った。わかったよ。田所さんは肩をすくめた。ちょっと待って、僕も行く。こうが言った。私たちは犯人の後を追ってコンテナの方に向かった。ほら、ストーリーが全然違うでしょ。これはすごいわね。私は呆然と立ち並ぶコンテナを見た。そこには大きなコンテナが山積みになっていた。何かここまで来ると荷物って感じがしないわね。まるで迷路だな。追いついてきた田所さんが言った。厄介なところに逃げ込んだわね。早く追いかけないと犯人は逃げてしまうわ。とにかく入ってみます。私は言った。僕とコウ君は向こうの方から入ってみるよ。なんで待ってよ、なんでさ、男に女一の組み合わせになんの。嘘やろ、コウちゃんこっち来いよ。私は覚悟を決めると、
まっすぐコンテナが立ち並ぶ中へと入った。ウィザードリーが始まった。両側はコンテナに挟まれ、まっすぐにしか進めない。あたりの見通しが効かないせいか、不安が募る。頑張れ、藤子。私は自分を励ましながら奥へ進もうとした。何してるんですか？その時だった。私の前にいきなり人影が現れた。よく見るとそれは草薙警部だった。草薙さん、脅かさないでくださいよ。私は安心のあまり腰が抜けそうになりながら言った。そんなに怖いならついてこなければよかったんですよ。草薙さんは呆れたように言った。ねえ草薙さん、犯人は一体誰なんでしょう。私は話をそらした。畠山庄司と恵子でしょうね。まず間違いないと思いますよ。草薙警部は答えた。第三者の犯行の可能性はないんですか？巴さんに渡った可能性があるのは3億円ですよ。私たちにとっては大金だけど、畠山氏の遺産としては大したことないんじゃないかしら。私は言った。いや、それはないでしょう。草薙警部は首を振った。畠山氏は日本でも有数の資産家だった。巴さんにも遺産を残したのかもしれないが、全体に比べればわずかなものです。もし第三者なら、あの三兄弟を狙うんじゃないですか？でも、庄司さんたちは黙っていても結構な遺産が手に入るんでしょう。それなのにどうして誘拐事件なのか。私は聞いた。さあ、それは何とも。でも、巴さんに少しでもお金が渡せる、お金が渡るのが許せなかったんじゃないですか？草薙警部は言った。そういうことなの？いやー、3億、なんぼなんでも3億はでかいやろ。いや、でもさ、何億、何十億とも自分も、運億もらえるから、誰々に運億渡るの OK みたいな、そんなもんじゃないと思うけどね。3億は3億でしょ、どんなにお金持ちになったって。そんなことはともかく、早く追いかけないと逃げられるかもしれませんよ。私は先に行きますからね。草薙警部は言った。私は、外から行こうは、コウ君と田所さんがやってるでしょ？草薙警部と一緒に行く方が、安全かな。同じやもんね。目的は犯人を追いかけるっていうので一緒やもんね。草薙警部の後を追おう。確かに今はこんなところでぐずぐずしている場合じゃないわね。なんだか悔しいような気もするけど、ここは二人で犯人の後を追う方が能率的だわ。私も行きます。私は言った。あ？ズキュン。その時いきなりあたりに銃声が響き渡った。あれは？私はハッとして叫んだ。銃声だ。犯人が発砲したのかも。草薙警部の目が光った。大変だわ。もしかして誰かが撃たれたの？田所さんと甲の顔が頭に浮かび、私は慌てて頭を振った。これは外を回った方が良さそうだな。行きましょう。草薙警部はそう言うと、コンテナの外に向かって走り出した。待ってください。私は慌てて草薙警部の後を追った。銃声がしたのはコンテナが積み上げられた一角だった。あまり使われていない場所なのか、他よりも街灯の数が少なく、随分暗い感じがする。その隅の方でのりおさんたちが立ち尽くしているのが見えた。よかった、みんな無事だったのね。私はそう言ってみんなの方に駆け寄ろうとした。その時、私は足元に転がる黒い物体に気がついた。その周りには黒いシミがじわじわと広がっている。今回はじゃあ遺体を草薙警部と発見すんのか。私は思わず息を呑んだ。やられた。草薙警部は宙を仰いだ。あれは、あれは恵子姉さんだよ。ひでえことしやがって。のりおさんは呆然としたような顔で言った。
地面に転がっていたのは、のりおさんの姉のけいこさんだった。けいこさんは奇妙な格好で地面に横たわっていた。頭には小さな黒い穴が開き、そこから血が溢れ出している。目は無念そうに宙を睨みつけていた。震えが止まらない。私は思わず、けいこさんの死体から目をそらした。一体誰が？私は絞り出すように言った。僕が駆けつけた時にはもう、田所さんはうつむいた。兄貴だ！あれは兄貴に間違いない！のりおさんは叫んだ。みんなの視線がのりおさんに集中する。俺が来た時、二人はここで何か言い争っていた。そしていきなり兄貴が撃ったんだ。どうして止めなかったんです？私は叫んだ。だここをさ、もっと詳細に語られるパートであってほしいよな。私の予想が当たってんのか。のりおさんが撃ってビビって兄貴が逃げるっていう。逃げ出してしまったと。その時、和子さんが智恵さんに肩を貸してこちらにやってきた。二人は恵子さんの死体を見て小さく悲鳴を上げ目を閉じた。とりあえずこれで犯人が分かったわけです。後の調査は我々が。草薙警部は着々と現場を取り仕切っていく。草薙さんを見ながら、どうも気に入らないって何？どうも気に入らない？何？どう？何？どうも気に入らないって。なんか急に、何これ？どうも気に入らなかった。てかさ、恵子さんのさ、死体調べられないかな？何がどうしたと具体的に説明できるほどの疑問ではない。ただなんとなく気に入らない。それが気になって、私の頭はもう一つすっきりしなかった。それに他にも気になることがある。それは、まあ、3はないわな。やっぱさ、これやんな。私さ、正規ルートを進んだ時にさ、チラッと言ったと思うねんけど、あ、でもあれは仲間って言ってたか。なんか林道でさ、3人組に襲われた時、おそらくメンズ3人組やのに、恵子さん、あの連中のうちの一人なんみたいな話したと思うんだけど、でも、あれは、のりおさんが雇ったって言ってたよな。あー。わからん。林道でのことを考えてみた。もうこれ、もしこれで何のルートにも行けなかったら上から順番に選ぶしかない。あの時私は簡単にやられてしまい、智恵さんを誘拐されてしまった。確か相手は3人で。3人。あー、草薙さん、もしかしたら共犯者がいるかもしれませんよ。これ世界線が違う。このゲームそういうことじゃないよな。そのかまいたちの夜みたいな感じでさ、一つの大筋がしっかりあって、いろんな視点からそれを見ていって解像度上げるっていうゲームやと思ってんねんけど、なんかルート変わったら、トリックとか犯人とかそういうのも変わっちゃう系かな。草薙さん、もしかしたら共犯者がいるかもしれませんよ。私は草薙警部に言った。まだそんなこと言ってるんですか？さっきも説明したように、そんなことは。でもおかしいんです。私は草薙警部を遮った。おかしい。草薙警部は不機嫌そうに言った。私と智恵さんが林道で襲われた時、相手は3人組でした。庄司さんと恵子さんの他にも一人いたはず。ということは、残りの一人は誰なんです？それは、誰か共犯を雇ったのかもしれませんが。草薙警部は言った。それがおかしいんです。あの二人は性格は悪いけど、犯罪には素人じゃないですか。そんな二人がプロの犯罪者を雇ったとして、主導権を奪われるのは目に見えてるわ。私何者なん？私大学4回生ですよね、ただの。もしかすると二人は利用されただけなのかも。私は言った。
じゃあ主犯は庄司、恵子の二人じゃないと言うんですか？その可能性もあると思うんです。私はうなずいた。バカな、もしそうなら巴さんが生きているはずはない。草薙警部は叫んだ。え？なぜです？私は驚いて叫んだ。二回叫んだ。いいですか？私が犯人だったら、わざわざ人質をトランクに押し込んでまで取引現場には連れて行きません。面倒なことにならないように殺してます。草薙警部は一気に言い切った。だからって二人が犯人だという証拠はないじゃないですか。逆に犯人じゃないという確証もありません。状況から見てあの二人が犯人です。だけど、私たちは激しく言い争った。どうしてあなたが知ってるの？その時突然和子さんが言った。私たちは驚いて和子さんを見た。あ、ほんまや。逃げ出したあの人たちをすぐに追いかけていったあなたが、どうして巴がトランクに閉じ込められていたことを知ってるんですか？ほんまや。そや、私もやわ。私も違うルートでトランクに巴さんがいたことを知ってたから、今すんなり受け入れてしまったけど、確かにほんまやね。私たちが車から飛び出した二人組を追いかけた後にトランクから見つかるんやもんね。和子さんは呆然として草薙警部を見ている。決して大きくはない和子さんの声が雷のようにあたりに響いた。草薙警部は真っ青になって目を伏せた。そんな、草薙警部は誘拐犯の一人なの？じゃあ、あの林道にいたのは？草薙さん。私は恐る恐る声をかけた。草薙警部は大きく目を見開いて立ち尽くしていた。え？あ、もう一気にここ？事情聴取ということで警察に連れて行かれて、草薙警部はあの後駆けつけた警官たちに逮捕された。事件の真相はまだはっきりしていない。ただおぼろげながら分かっているのは、どうも私たちが知らない共犯者がいたのではないかということ。遺産はともかく、畠山氏が巴さんに本を残したのを知っていたのは畠山氏に近い人間だけのはず。それを知っているということは、その中に犯行グループに情報を与えた人間がいたのかもしれない。草薙警部はその情報をもとに裏で糸を引いていたらしい。道理で巴さんの家での逆探知が失敗したり、警察に見張られた港に犯人の車が入ってきたりするわけだ。それにしてもエリート警察官がどうしてあんなことしたのかしら。私は草薙警部の顔を思い出してため息をついた。ああ、今日は事件のことを忘れて楽しまなくっちゃ。そう、今日はやっと元気を取り戻した巴さんと街で映画を見るのだ。巴さんが初めて図書館に来た時の約束がやっと果たせる。多分いい気分転換になるわ。早く着かないかしら。ウキウキする私を乗せて電車は快調に走り続けた。これ、トゥルーエンドな。でも結局、何やったやろって感じやんな。のりおさんが、銀道で、巴さんをさらう、計画を立てたときに、仲間雇ったって言ってたよな。仲間が雇ったって言ってて、あの中にのりおさんが入ってたのかどうかは定かではないけど、そのうち一人は、草薙警部やったってことやんな。草薙警部ともしかしたらのりおさんとあと一人仲間がいるってことでいいんかな。やっぱその大筋は一緒やな、きっとな。さすがにそうじゃないと犯人が入れ替わる式になってくると、かまいたちリスペクトであろう作品がめちゃくちゃになるもんな。
ちょっとこの先違う選択肢選んで大失敗して結構戻し作業大変なので、ここ見ました。ここね、あのコンテナのところで草薙警部と出会うところなんですけど、犯人を追いかけようを選ぶんですよね。確かに今はこんなところでグツグツしている場合じゃないわね。でも草薙警部と一緒に行くのもなんだか悔しい気がするわ。わかりました。でも私は一人で追いかけます。好きにしてください。草薙警部は肩をすくめると私の前から去っていった。ふん、バカにして。こうなったら何としても犯人を見つけてみせるわよ。私は決意も新たにコンテナの奥へと進んでいった。しばらく歩くとまるで十字架のようになっているところが現れた。どうしようかしら。私は考え込んだ。そう、ここでね、ウィザードリー始まるんですけど、ここミスってなんか一生出れない。これ、まっすぐ、とりあえずまっすぐに進もう。まっすぐ進もう。いろいろ考えるのも面倒だし、私はまっすぐ歩き出した。しばらく歩いていくと十字路のようなところに出た。で、ここもまっすぐ。常に前進を続けるのよ。私はまっすぐに歩き出した。どんどん歩いていくと分かれ道に出た。まっすぐ進む道と右に曲がる道がある。どっちに行こうかしら。これが右ね。右に曲がろう。こうなれば干渉部よ。私は右に曲がって歩き出した。しばらく進むと前に人影が見えた。私は立ち止まって目を凝らした。あれは、あ、コウちゃん、田所さんも。私は叫んだ。コウと田所さんがこちらに向かって歩いてきたのだ。あ、藤子。コウが私を見つけ駆け寄った。どうだい、見つかったか。田所さんが言った。ダメです。そっちはどうですか。さっぱりだよ。田所さんは首を振った。急がないと逃げられちゃうわ。私はうなった。ああ、だけど危ないことはしないでくれよ。犯人も追い詰められると何をするかわからないぞ。田所さんは心配そうに言った。とにかく気をつけて。わかってます。私は田所さんたちと別れ、なぜ別れる。目的は一緒やのになぜ別れる。ああ、それにしてもそろそろ外に出られないものかしら。俺左ね。左に曲がろう。なんとなく感じ、私は三本道を左に曲がり歩き出した。そのまま歩いていくと別れ道に出た。私はうんざりした。俺も左ね。なんとなく感じ、私は三本道を左に曲がる。まっすぐ進んでいくと、急に真っ暗なところに来てしまった。参ったわね。私はあたりをキョロキョロと見渡した。行き止まりかしら。それにしても随分時間が経ってしまったわ。もう犯人たちは逃げ切ってしまったかもしれない。私は元来た道を引き返そうとした。その時、突然うめき声が私の耳に飛び込んできた。何？誰かいるの？私は驚いてあたりを見渡した。よく見ると闇の中で何かが動いているのが見えた。犯人かしら。私は恐る恐る近づいた。あ、恵子さん。そこで私が目にしたのは、手足を縛られ口をロープで塞がれた恵子さんの姿だった。どうして恵子さんがこんなところに。え、その時いきなり銃声が響き渡った。何なの。激しい痛みが背中に走る。これは背中をドロリとしたものが伝っていくのがわかる。私は撃たれたの。なぜ。え、痛みは耐えきれないほど大きくなり、私は地面に膝をついた。一体誰が。私は薄れゆく意識を必死につなぎ止め、後ろを振り返ろうとした。その直後、もう一発の銃声が聞こえ、私の意識は闇に落ちていった。
さん転がってんの？え？え、なんでケイコさんが転がってんの？逃げられないように転がしといて、銃で撃たれたって可能性もあるけど、でも、それやとさ、撃った後にさ、縛ってたロープほどいたりなんやりするっていう時間がいるから、現実的じゃないよね、そんなことするのは。あそこで死んでた、ケイコさんはケイコさんじゃないってこと？か？でもそしたらノリオさんがよくわからんことになるよな。その、ケイコさんの顔誰も知らないんやったら、ケイコさんと誰かが入れ替わってその人がケイコさんとして遺産をもらうっていうのもありやけど、でも、もうそうやな、ケイコさん別にあのご実家に普通にうろうろしてたから、中尾さんがわかるもんな。その入れ替わったとしたらね、その人がケイコさん本人じゃないかっていうのは中尾さんがわかるはずやし。